タック25。こんにちは、パネルクイズアタック25司会の片脇よしです。問題を差し上げます。相馬ひろみです。今日もアメリカ旅行を目指していただきましょう。さあ、今日もなかなか優秀な皆さんが揃っているようですが、早速始めましょう。相馬さん、よろしく。重い石というスウェーデン語から名付けられ、赤の方。その通り、お見事、正解です。13番に赤が止まります。はい、そういうことです。参ります。問題です、どうぞ。虹の七色は普通内側は紫です。では最も白の方。その通り、よくご存知でした。白の方。さあ、何番。18番。18番に白が点灯いたしました。この問題です、どうぞ。ナマコの内臓を塩辛にしたものはこの綿。では卵巣を干したものは。赤の方。その通り、お見事、正解です。赤の方。さあ、何番。23番。23番、飛び込んだ。18番の白が赤に変わります。こういう形ですが、参ります。この問題です、どうぞ。カビにもいろいろありますが、醤油、味噌、お酒。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。24番。そこを取ったか。参ります。この問題、どうぞ。葉に独特のピリッとした辛みがあり、和名をオランダから。赤の方。その通り、よくご存知でした。赤の方。さあ、何番。25番。25番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、参ります。問題です、どうぞ。油ヤシの果肉から取った油でポテトチップの加工やマーガ。赤の方。その通り、お見事、正解です。赤の方。さあ、何番。22番。いやー、そこに入ってしまったのか。さあ、問題です、どうぞ。チャイルド・ハロルドの遍歴の作者で、ある朝目覚めてみると私は有名人になっていたとノートに書いたというイギリスの詩人は誰でしょう。緑の方。勘違いされた。問題、どうぞ。子供たちがよく歌う犬のおまわりさん、山寺の。赤の方。その通り、お見事、正解です。赤の方。さあ、何番。21番。21番に赤が止まります。見事角をものにされましたが、緑の方。あと1問のご辛抱、この問題です、どうぞ。東洋の真珠やインド洋のエメラルドと呼ばれ、世界各地からの観光客でに。赤の方。その通り、よくご存知でした。緑の方。お戻りください。そして赤の方。さ
さあ何番。16番。16番に赤が止まります。こういう形ですが、4人揃ってまいります。問題よろしく。大蔵省の中で国の予算編成を担当する赤の方、その通り。お見事、正解です。赤の方、さあ何番。11番。11番に赤が止まります。さあ参りましょう。相馬さんよろしく。11月22日はいい夫婦の日ですが、仲の良い夫婦のた赤の方、結婚。はい、結婚です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。6番。そこを取ったか。参ります。この問題どうぞ。次の文章が正しいか間違っているか、イエスかノーでお答えください。韓国の伝統的な民族服のチマチョゴリといえば、男性用の服。赤の方、その通り。お見事、正解です。赤の方、さあ何番。1番。1番に赤が止まります。さあ角に入られたわけですが、さあ他の方頑張る。次の問題です。アジアとヨーロッパを隔てる山脈は何山脈。赤の方、その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。20番。20番に赤が止まります。さあどういうことになるんでしょうか。赤の方、目下のところ好調ですが、さあ問題です。薄切りの肉のステーキのことを短時間で赤の方、その通り。よくご存じでした。赤の方、さあ何番。15番。15番に赤が止まります。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。図面を書き写すときに使う半透明の薄い紙を赤の方、その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。10番。さてこの取り方、何か作戦があってのことか。さあ他の方頑張る。次の問題です。ドラゴンまたは陸のワニとも呼ばれる世界最大、赤の方、その通り。よくご存じでした。赤の方、さあ何番。5番。5番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、赤の方、目下のところ好調ですが、さあ問題です。次の文章が正しいか間違っているか、丸か×でお答えください。一般にテレビなどのリモコンに使われているのは赤外線ではなく紫外。赤の方、その通り。お見事、正解です。赤の方、さあ何番。2番。2番に赤が止まります。さあこういう形になったが、リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。1943年のカイロ会談に参加した三国はアメリカ、イギリスと緑の方、その通り。他の方も押されたんですが一瞬早かった。緑の方、さあ何番。10
19番に緑が点灯いたしました。参ります。問題です。どうぞ。航海士アメリゴ・ベスプッチはアメリカ合衆国の国名の由来となった人ですが、どこの国？赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番？14番に入った。19番の緑が赤に変わった。はい、そういうことです。さあ他の方頑張る。次の問題です。日本の音楽誌オリコンのヒットチャートで昭和47年10月から48年。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番？4番。4番に赤が点灯いたしました。残るパネルが6枚ということは、あと1問でアタックチャンスに入る可能性が十分にあります。慎重に参りましょう。問題どうぞ。頼りを出しても先方からさっぱり反応。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番？3番に赤が点灯いたしました。こういう形ですが、さあここでアタックチャンスの問題です。このアタックチャンスで流れが変わるのか。それでは参ります。アタックチャンス。少年マガジンに連載された人気漫画金田一少年の事件簿の原作者。赤の方。その通り。見事にアタックチャンスをものにされましたが、どういう作戦で来るのか。まずは何番？17番に赤が点灯いたしました。そしてアタックチャンスの狙い目は何番？13番。なるほど、そういう作戦できたか。さあアタックチャンス後の問題は大切です。参りましょう。相馬さんよろしく。服を着たまま体中びしょ。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番？9番。9番に赤が止まります。さあこういう形になったが、これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚。大事な問題です。行ってみましょう。メルヴィルの小説白芸でエイハブ船長が。赤の方。結構。よくご存じでした。赤の方。さあ何番？8番。8番に赤が止まります。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。不義理などをして。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番？12番。12番に赤が止まります。はい、そういうことです。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。最も深い部分が423。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番？7番。7番に赤が点灯いたしました。さあご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。
さあ、パーフェクトなるのか、問題です。どうぞ。アルルの羽橋やひまわりなどの絵で知られる19世赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、ラストコール。13番に赤が点灯いたしました。ボード上をご覧ください。お見事、パーフェクト達成です。赤のアメリカ旅行挑戦権獲得、おめでとうございます。お見事。せっかく優勝されたのですから、アメリカ旅行にいらしていただきたいと思います。はい。今日はある都道府県の名前を当てていただきます。このパネルの取り方は文句ないでしょう。アメリカ旅行獲得なるんでしょうか。ある都道府県の名前、 VTR スタート。その都道府県とは。その通り。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ここで皆さんと一緒に確認してみたいと思います。アメリカ旅行いらしていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。アメリカ旅行を獲得したことをお伝えして、それではさようなら。スタッフ25